はじめまして。はじめまして。バイオリンインストラクターの鈴木と申します。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。指の持ち方をやっていきたいと思います。で、弓というのは、こちらのですね、はい、木の棒のところで弓って言うんですけど、まず親指の先端を、はい、この木が見えてるところがあるんですけど、ここに。で、持ち方なんですけど、失礼します。真横に持つというよりかは少し前に出してもらって45度みたいなイメージがあるといいかと思います。真横よりもちょっと前に出してこの腕の角を斜めに持つようにしていただけるといいと思います。はい。で、顎の先端と肩ですね。で、挟むようにして持つと安定しますね。そうですね、そんな感じでいいと思います。このあたりに、力みがなければいい、大丈夫だと思うので、特になんかこう今力んでるとかっていうこともないですかね。はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですかね。じゃあ持ち方としてはこんな感じで大丈夫です。実際一緒に音出してやってみましょう。はい、右手は僕ちょっと支えてますので、はい、じゃあやってみましょうか。ある程度のスピードを使ってこういう感じで音を出します。弾き方はすごく良くなったと思うので次に音階をやってみたいと思います。音階はラから始まる音階を今日やってみたいと思います。こんな感じですね。で、弾き方は置く場所とかはすごくいいと思うので、はい、じゃあ次曲やってみたいと思います。はい、曲目はですね、キラキラ星に挑戦してみたいと思います。ちょっと一回試しにやってみましょうか。で、右手をちょっと僕支えているので、ちょっと楽譜の方見ていただきながら、やっていただけたらいいかなと思います。あと、左手ですね、少しくの字にするような意識で押さえるといいかと思います。じゃあこの感じで一緒にやってみましょうか。せーの。すごくいいと思います。音程もすごくいいですし、左手の押さえ方もすごく良かったと思うので、それではですね、最後に演奏していただきたいと思います。はい。じゃあちょっと今日の練習の成果をどうぞ。頑張ります。すごいです。本当にすごかったですね。音も綺麗でしたし、音程も良かったですし、素晴らしかったと思います。ありがとうございます。